どうも、コウズです。今回ですけども、7月の16日、本日は日曜日ですね。時刻はだいたい11時半ぐらい、もうちょい過ぎてるかな、11時37分でしたの秋葉原駅ですねにいます。はい、秋葉原にいるということはですね、今日は AKB48 の劇場公演が当たってるということで、今日何公演かというとですね、18期研究生公演、17期はね見て、でそれ以降ね、まあ、いろんなチームの公演見て Vlog すでにアップしてますけど、18期研究生公演は初なんですよ。でただいま恋愛中公演なんですよね、セトリがね。いいじゃないですかね。サッシーの5期研究生公演自体、4期5期研究生公演だって、ただいま恋愛中公演だったわけですから、まあちょっとそれに、近しい印象を抱きながら、まあ向かいたいと思いますが、8人公演なんですよね、基本的には。で、18期生は8人なんですよ、ちょうど。だから全員出演。だから劇場で18期生を見るのは初なので、まあ、ちょっと楽しみですよね。で、今日は、開演がね、今日昼公演やってるので、12時半なんですね。で、チケット締め切りが12時ということで、あと20分ぐらいあるんですが、まあ、どうなんだろうね。今日日曜日だからさ、やっぱもう100番ぐらいは出てそうな気がしますけど、だいつもね、ご覧いただいてる方からすると、いや、2桁暑いのよ。もうなんか2桁暑いんじゃないか呪縛にちょっとね、囚われちゃってるんだけど、まあ、それでもね、しょうがないんで、あ、もう見えてますね、ドンキ。とにかく、着いたら買うが、まあ、僕のジンクスなので、まあ、8階に上がったタイミングで、購入して何番かというふうなところと、また、もう出たとこ勝負になるので、まあ、3桁だろうが、2桁だろうが、早く呼ばれりゃそれでいいと。まあ、なんだっけ、お話し会、一番最初のね、出始めのお話し会に、4周してるのか、2日間で4周してるので、どんな子なのかはもう分かってるし、ある程度ね、顔も名前も一致してるので、まあ、そこはね、見やすいかなというふうに思いますけれども。着きました。ちょっと、チケ買っていきましょう。あ、ドラマに空いてる。いいじゃん。行きます。じゃあ来て中。あ、でも全然空いてそうだけどね。今ね、41分ぐらい。11時40分。あ、でもチケット並んでるわ。ちょっと行ってみましょう。はい、というわけでチケット買いまして、140番台ですね。140番台は割といい印象があるわ、3桁の中でも。ちょっと楽しみですね。18期にちょっと一言。18期できんだから会見でよ。以上だぞ。俺は17期も18期もいけねえんだよ。あ、マジでできんなんすか。マジでできんこんなメガネの洗いさえちゃん可愛かったっすね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。ランチ割と休め、遠蔵は18期ね、はい、今日だから公演初見じゃないですか、はい、初見なんですよ、はい、で、握手会だと工藤ちゃん、さこちゃんが良かったんだよね。すごいっす、ありがとうございます。3、4回いや、でも17期公演までに1回しか入ってないっすよ。いいですね、いいっすね、いいですね、よし、はい、行きます。そうだ、18期の方が俺もいい気がするな、17期より。どうなんだろう、好みがただね、もうまだ測りかねてます、18期。そうでも今日いいなと思ったのはさこちゃんと
そこちゃん可愛い。あ、そこちゃん可愛いなと思った。し、そこちゃんとあとゆいち。山口ゆいちゃんは多分パフォーマンス群抜っすね。14歳でしょ。そう、そこちゃん、そこちゃんいいかなと思いましたよ。僕は。エースが昨日山中湖でも やっぱりなーって思ったのは秋山優奈ちゃんが一番なんですか。一番だと思いますね。実人気も人気が高いと思いますし、そうなんです。ドボンあるじゃないですか。ありますね。あれで今18位だけのイベントがあったんですけど、ダントツ1位 で全体でもゆいの次の3位ぐらい。そんなに、そんなに優秀なの。優秀かなとは思う。すごいっすね。ヤギアズキちゃん、ヤギアズキちゃんはなんかズンちゃんのめっちゃ可愛い妹みたいな。ズン系統ですよね。ズン系統、ズン系統ですよね。そう、元々ダンスをずっとやってた。あ、そうなんですか。ダンス部、高校ダンス部。本当に、なんか、あ、じゃあダンス系いけちゃう。体育的になんか、歌も両方いけそうな。今日見せてましたけどね、歌ね。あれそうですね。皆さんお分かりでしょうか、アンケートで。生歌で。生歌でしょ。見せてますね。いいっすね。唯一良かったけど、まあなんかただ伸びしろですね。あとはお宅掴むかどうかは、あの僕が今人気はそこそこある。うまっ。秋山優奈ちゃんなんだ。お宅対応いいんですか。あ、いいんですか。お宅対応いいっすか、あの優奈ちゃん。あのさえちゃんがどっちかというとさっぱりしてる。俺、新井沙耶ちゃん誰かなと思って、うん、なんか誰かに風味似てるなと思ってたんですけど、西野七瀬ですね。あー、あ、あ、そうですね。言われてみれば。系統絶対ドンズバじゃないですか。いや、そうですね。そう、すごく垢抜けてない西野七瀬。なんかそんなイメージある。だから人気出ると思いますよ。対応次第。そうですね。昨日あの初めてそれなんかあったのか思いませんか。うん、ガチ目立ってて、こういうタイプの子なんだと思って。もう AKB にいないよ。大丈夫ですか。丸目立ちしてませんでした。全然僕にはそう言ったら大丈夫でした。それなんか来ちゃう。これすごいなと思って。18人くらいいたんですかね昨日。うん、HKT、うんうん、もう一人も他にもHKT だからやっぱすごい。だってパーチも良かったですよ。松岡花ちゃん、松岡花ちゃん昨日仲良くなったオタクがもうみんな松岡花ちゃん、うん、あ、マジっすか、うん、あと最上菜々香ちゃんが一つ結構教えてます。あの押され6期生ですもんね。あ、そうですね。最上菜々香すぐ選抜ですもん、ね、うん、あれこれは豊永亜希ちゃんか4期生の初豊永です。初ちょ悪い。いや、あの僕は最近和解したので。なるほどね。あ、そうですね。そう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 。で、その前に月橋天音さんの、うん、フル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 ーパーも見て、だから良かったですね。あ、4期生いいなと思って。月橋天音さんのあれ見たいんだよな、フルとジッパー。結構いいと思いますね。結構いいですか。うん、そこに今、まあ、坂口の医者さんが入る噂が。そうなんですか。あ、マジで。なんか見に来てるらしいんですよ。へぇー。噂でです。いやでも地下接触なんか無理じゃない。なぎちゃん、うん、すごいサバサバしてるでしょ、あの子。サバしなんで無理じゃない、地下接触は。結構売れてる方だから。でももう地下は近いですよ。普通に物販とかあるでしょ。あ、ありますね。あります、あります。ファーストシングルが出て。なんですよね。はい。あの、バズった曲の。雪安の一番可愛いところ。テロップ入れときます。